おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所はピレモンへの手紙、ジョシュア先生によるメッセージです。このピレモンへの手紙はパウロがこの獄中から書いたものです。ピレモンに対して、そしてまたコロサイ人へのこの教会に対して、これ個人的な問題が書かれています。個人的な問題でもありますけれども、教会全体の問題でもあります。なぜならピレモンはアピアとそしてアルキポ、この家族はこのコロサイの教会にいて、そしてこの家族はまた教会としてなっているからです。これは 1節から3節まで書かれています。キリストイエスの主人であるパウロ及び兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへ。私たちの愛する同労者ピレモン、そして姉妹アピア、戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなたの上に、あなた方の上にありますように。なのでこの手紙はピレモン、そして彼の家族、そして教会に宛てて書かれた手紙です。どのようにしてこの手紙をこの解説すればいいのでしょう。どのようにして理解すればいいのでしょう。これは個人的、また教会全体に書かれています。これただの普通の手紙ではありません。これでこの手紙何が書かれているでしょう。教会全体についても書かれています。家族だけではなくて、そして教会のためにも書かれています。このパウロだけではなくて、パウロがピレモンに書かれたんじゃなくて、この教会の中にいるこの全ての人にこの問題を知ってもらい、そして考えなければならないと。で、今日この手紙を読むとき、この手紙また私たちのためにも書かれています。この個人的な問題、このオネシモについて考えなければならないと。このオネシモというこの奴隷について考えなければならない。だからこの手紙の中に書かれている法則、ことが私たちの家族、そして職場、家族、教会の中でこの適用されなければならないことが書かれています。なのでこれはただの個人的な手紙だけにとどまりません。このコロシアの教会は非常に重要な教会でもあります。だからコロサイ人への手紙という書簡がありますね。でコロサイ人への手紙の中で、このコロサイ人への手紙とこのピレモンへの手紙はこの同時に届けられたものです。一つはコロサイ人の手紙は教会全体、そしてもう一つの手紙がピレモンへの、ピレモンへ、そしてピレモンの家族に対して書かれています。また彼の教会のために、彼の教会はこの家族、教会であり、そしてそれまたコロサイの教会に属するものでありました。なぜ私はこのことを言うのでしょう。コロサイ人への手紙4章4章7節、
私の要請については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私はテキコをあなた方のもとに怒るのは、あなた方が私たちの様子を知る彼によって心を励ましを受けるためには他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟にオネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子をみんな知らせてくれるでしょう。でその時パウロは獄中の中にいました。このローマの牢獄の中にいました。でそこでオネシモに会います。そして今オネシモはこの難民としてそして奴隷として、コロサイの方にいます。コロサイ人からそしてピレモンの元へと逃げてきたんです。奴隷として。ピレモンから何かをまた盗んでまた逃げたと考えられます。なのでピレモンオネシモを逃亡するようにこのローマまで逃げていきます。そこでパウロと出会いキリストを受け入れます。だからパウロはこのピレモンオネシモのためにピレモンへこの手紙を当ててるんです。でコロサイの手紙にでオネシモをただ、ピレモンの元へ送っていません。もしかしたら、オネシモは死んでしまうかもしれない、殺されてしまうかもしれないので、この映画によくありますね。この難民が逃げて逃走して、そして警察に追いかけられて、そしてこの殺されるかもしれないと。もしあなたがこの逃げる逃亡者となれば、いつも危険な中になります。でその当時その奴隷というのは、奴隷は奴隷で、そしてまた逃亡者であり、そしてこのローマの時代はこの奴隷というシステムがありました。その当時もしその奴隷がこの逃亡者にまた他の、奴隷がまた逃げてと、そんなことを繰り返したら社会全体が混乱します。だからもし奴隷が逃げたということがあれば、ローマのその時代では殺されるのは確かでしょう。だからパウロはオネシモをピレモンのもとへただ、送り返しませんでした。だからこのコロサイ人への手紙、そしてピルモンへの手紙として、この2つの手紙をコロサイの教会のもとへ送られました。だからこのパウロはこのピルモンと、あとアピアとそしてアルキポにこの挨拶を送っています。彼らはこの神の愛にあふれたこの家族として、だからこのパウロはこの手紙を彼そしてまた彼の家族そして教会に対して書かれています。7節、ピルモンの家族神に会って彼らに感謝しています。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。
そして5節、それは主イエスさんに対してあんた方が抱いている信仰と全ての生徒に対するあんたの愛とについて聞いているからです。6節、私たちの間でキリストのためになされている全ての良い行いをよく知ることによって、あんたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。良い行いをよく知ることになると信仰を持ち生きて働くものとなりますようにと。すべての良い行い、すべてあなた方がやること、この良い行い、あなたの中にあること、この6節ですね、私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行い、あなたの本質、あなたのビーイング、あなたの命、人生、この良い行いをキリストのためになされているべきである。全ては良いことであって、全てはキリストにあってやらなければならない。パウロはピレモンを、褒めています。そして一方で、ほら見てくださいと、愛とあなたには良い行いがある、キリストがあると。しかしあなたの中にはそれがあるから、私が今から言うことについてあなたは拒否することはできないよとパウロは言うんです。7節、私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟よ、あなたによって近づけられたからです。それは生徒たちの心があんたによって力づけられたから、兄弟よ。多くの喜びと慰めをあなたの愛から多く受け取りました。で、生徒たちの心が力づけられるように。だから彼らの行いに対して神様に感謝しています。彼らはピロモンがどのような人物かを知っていました。だから8節から最後まで、第3段落、7、パウロはおねしもを受け入れるようにとパウロにお願いしています。どこまで受け入れるのでしょう。それが今日の私のタイトルです。このおねしもがこの奴隷から自由にしてくれとパウロお願いします。このオネシモが奴隷から解放されて自由を受け取ることができるように、この時にこの時点でオネシモは、奴隷でした。パウロがオネシモにこのローマで会った時、なぜオネシモはパウロのところに行ったのでしょう。私が信じていることは、もうオネシモはこの闇の中にもういることはできないと、もう逃亡者としていつも逃げ回りたくない、もうずっと闇の中に行きたくないと、もう人生非常に苦しいと、だから自由を求めて、
このオネシモパウロが偉大なこのレビ人ということを知っていました。だからパウロが助けてくれると信じていました。しかしパウロは獄中にいました。これ普通の牢獄ではありませんでした。まるでこの家のような牢獄でした。しかしパウロはその牢獄から離れることはできません。この兵士がその家を監視していて、パウロはそこから離れておきます。まあ、コロナが流行っていたときは、私たちは誰も家から離れることできませんでした。前回、まあ、私たちはビデオ電話とかできましたけども、その時代はビデオ電話とかありませんでしたね。まあ、ピレモンはそのような状態だったんです。このピレモンはこの逃げ回るこの人生に疲れ果ててしまいました。もしピレモン彼は捕まってしまうと、いつでも殺されてしまう、そのような状況です。なぜならこの奴隷制度に反抗したからです。反しているからです。それは決して許されるものではありませんでした。だからこのパウロが捕まっているその獄中、この家まで行ってパウロに会わなければならないと思ったんです。でパウロはピレモンの中にある悔い改めの心を見ました。だからこのキリストに導きました。彼は奴隷だったんです。パウロ自身も奴隷でした。奴隷なようなものでした。でパウロはこの奴隷に行って、奴隷にこの主人、このあなたの主人があなたを自由にしてくれるようにと、もし主人があなたを自由にすることをしなければ、あなたはこの法律のもとに裁かれなければならない。しかしこのパウロはオネシモと共にもう一人の兄弟を一緒に送ります。その当時の教会は、でその当時のこの奴隷たちの問題は、オネシモがこの主人に戻った時、もしかしたら殺されるかもしれない。だからパウロはこのオネシモを助けるために精を尽くします。だから、パウロはピレモンに手紙を書きます。そしてまたオネシモと共に、何人か一緒に送ってあげます。だからパウロは彼らにオネシモを受け入れるようにとピレモンに言います。そして彼にとって自由になることが一番最善だと。この奴隷から兄弟になることができるように、まあ、私たちは考えなければなりません。まあ、教会全体がそのようなものなんです。で何人かこう言うんですね。じゃあパウロは奴隷制度に反しているのかと。パウロはこの社会の義、社会に反して、社会に反抗してこの奴隷制度を覆したいのかと。しかし私はそう思いません。パウロは奴隷制度を変えたいと思っていません。例えば今日私たちの政府に対する対してとか、そういうことではありません。もちろんこの奴隷制度というのはよくありません。しかしパウロはそれを覆そうとは思っていません。パウロはオネシモに自由になってほしいと。キリストにあって求むのは、あなたはこの銃を受け取らなければならないと。
まあ、自由というのはあなたはこのアイデンティティが自由になるということではありません。例えば奴隷なら奴隷として、そして主人なら主人として、アイデンティティ、この第一コリントで言っています、このアイデンティティはちゃんと持って いなければならない、この身分はもちゃんとこの保持していなければならないと。このパウロの教えというのはこの奴隷制度や社会制度をこの変えるものではありません、変えたいとは思っていません。すべてのこの制度の下で奴隷のような、ところからこの自由になる。しかしこのそれはこの福音の方法、愛の方法でです。例えばあなたの家にヘルパーさんがいますね。このピレモンの手紙を聞いた後、あなたはこのヘルパーさんに対してどのような態度を取りますか？もちろんヘルパーは奴隷ではありません。そうですね、皆さん、これを例えば靴下を洗ってくれると、もしそのヘルパーさんが携帯をもっといじっていたからそれを洗いたくないと、まあそういうことではありませんね。お願いだからやってくれると、まあもちろん彼らにお願いすることはやってと、お願いする立場ではありません。なぜならあなたが雇用主であり、で彼らが雇用されている側だからです。なのでこのピレモンの手紙は何もこのヘルパーのこのような制度を覆すということではありません。例えばあなたの会社、あなたの上司がいて、あなたが上司なら上司は部下にこれをしといてねと言えますね。そして彼らに、もちろん給料はちゃんと払わなければなりません。しかし彼らに しなければならない仕事を言いつけることができます。でクリスチャンの上司として、このクリスチャンのアドバイザーとして、私たちはどうすればいいでしょう、どういう態度を取ればいいでしょう。でコロサイ人の手紙では、義公正がなければならないと、すべての身分にはこの義と公義が なければならないと。なぜなら私たちはさらに上なるお方が私たちの上にいるからです。だから私たちはこの主人に従わなければならない。なのでパウロはこの奴隷制度にこの反したいと、そういうふうには思っていません。パウロはこのオネシモに自由になってほしいとは願っていますけども、このパウロはこの奴隷制度を変えるということではありません。例えば、私たちの今香港で働いているフィリピン人のヘルパーさんたちとか、まあ、彼らはヘルパーですね。しかしそれと同時に彼らも人間であり、私たちの姉妹です。またあなたの会社であるあなたの部下も、あなたの兄弟であり、あなたの姉妹です。だからパウロはピレモンに、オネシモを兄弟のように受け入れてくださいと願っているわけです。この身分の話ではなくてアイデンティティです。アイデンティティとして、まあ、奴隷ですけれども、身分としては奴隷ですけれども、ピレモンに対してはこの兄弟の心で受け入れてくださいと。だからパウロはこのオネシモを、ピレモンのもとへとこのついていくわけです。このオネシモがやってしまったことは弁償しますと、そして罪を、告白すると、そのようにしてこの自由になるのです。パウロが何を言っているかを見てみましょう。8節、私はあなたのなすべきことをキリストにやって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから。キリストにやって少しもはばからず命じることはできるのですけども、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。
年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、アイニャとお願いしたいと。私は今、自分の権威をこの置くと、のパウロとピレモン。パウロはピレモンに対して権威がありました。パウロはこのエペソの教会でピレモンと出会いました。まあ、彼らが出会った時、このピレモンをキリストに導いたんです。パウロが。そしてピレモンを弟子として育てました。そしてコロサイ人の教会で使えるようにしました。なのでコロサイの教会がピレモンにとって家のようなものです。なのでピレモンがパウロに出会った時、彼の人生を変わり、そしてキリストを受けることができました。そしてコロサイの教会へ送られた。なのでパウロはピレモンに対してこの権威があるんです。しかしパウロはこう言っているんです。私はここで私の権威は使わないと。権威によってなくて、むしろ愛によってあなた方にお願いしたいと思っていますと言います。獄中で産んだ我が子、ね、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。このおねしもというのは、利益という意味です。益という、彼はあなたにとって良くないものでした。11節。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。12節。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。どういうことでしょう。あなたの彼女、あなたの妻に言わないでくださいね。彼は、あなたは私の心そのものですと。これは私は覚悟して彼を受け入れると。この覚悟して受け入れる。彼を私の中に入れたと。私のこの腸の中に入れたと。あなたの感情をこの腸の中に入れたと。まあ、日本語で言えばこの覚悟しているということですね。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておいた。私は彼を私のところに留めておいて、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために使えてもらいたいとも考えましたが、あなたはこの彼を自由にできますかと。この強制されてではなく自発的ではなければならないと。できますかと。この強制されてではなく、でパウロは続けて言っています。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。16節は、もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。あなたにお願いしています。奴隷でとしてなくて愛する兄弟としてです。私にとって彼は私の兄弟ですと。奴隷以上のものですと。まあ、肉抜いて彼は奴隷です。しかし主にあって彼は私たちの兄弟となることができます。
この新しい、親しい友というのはこの交わりということです。私とは一つであれ、一つの大きな、塊です。これ私を親しいと思うなら、パートナーと思うならと。パートナーってどういうことで、あなたは私のもの、私のもの、あなたのものということです。私たちは、一緒ですと。私たちは一つですと。しかし私の中には、オネシモが私の中にいますと。この気持ちのためで私は彼を受け入れた。あなたは私に非常に親しいです。親しいので、もしオネシモが私の中にいるなら、あなたの中にもオネシモがいるんです。だから私は迎え入れに彼を迎え入れなければならない。もしあなたが私のことをパートナーと思うなら、オネシモは私の中にいて、あなたの中にはいるべきですと。彼はあなたにとって役に立つものとなります。だからあなたは迎え入れなければならない。もしかしたらあなたから大金を盗んだかもしれない。もしかしたら例えば1億使ったとして、この8000万を使って2000万しかもう彼の中に投げるかもしれない。もし私があなたに弁償しなければならないなら、私はしますと。あなたに弁償しますと。その請求を私にしてください。18節、20節、そうです、兄弟よ。私は死にあってあなたから益を受けたいのです。元気づけてくださいということは、オネシモ、私の心、キリストによって、オネシモを受け入れてくださいということです。彼は私とあなたにとって役に立つものですと。心を、キリストに、主にあって、新たにしてくださいと。もうすでに私たちは新しい心を受け取っています。しかし私はまた新たにしなければならないと。もしあなたがオネシモをよく扱わないなら、ピレモンはオネシモは政府に渡され、そして彼を殺されてしまう。それを私はそれを受け入れることはできないと。だからどうか彼を許してやってください。オネシモがあなたにしてしまったことは、私はあなたに弁償しますと。みんなあなたが良い人であることを知っていますと。どうかこの良い行いを続けてしてくださいとパウロは言います。そうすることによってパウロはこの自由を受け取ります。パウロは自由を受け取るようにお願いしているんです。兄弟姉妹の皆さん、私たちはこれがなければなりません。でパウロはピレモンにこれしてほしいと願っています。このコロサイの教会がそれをするということを期待しています。このオネシモが自由を受け取ることができるように。しかし私たちは何か、制度に、反しているのではありません。私たちはしっかりこの政府に従わなければならない。この従順というのはもう完全に服従ということではありません。私たちは真理との境界線を引かなければなりません。真理とこの間に境界線を引かなければなりません。この従順するということは、
もし 政府が真理に反することをするならば、私たちはシンプルに神様についていくのです。この真理に従うのです。これが本当の服従です。というのは、私たちは立ち上がってこのローマ帝国に反抗するということはではありません。イエスもそうしませんでした。パウロはそうしませんでした。パウロとイエス様は私たちに、そういった権威に服してほしいと、従ってほしいと願っています。パウロはこのような社会制度を、覆す、反抗するとしていません。ただピレモンを殉してほしいと、この福音にあって主にあって、ピレモンは自発的ではなければならないと、強制ではなく。なのでこのようにしてピレモンはオネシモを解放します。パウロはこのようにしてオネシモをピレモンに渡します。あなたがしてからこの親切は強制されてではなく自発的でなければならない。あなたがこの政府に彼を私で殺すとは思っていません。どうかだから今あなたにお願いしていますと。だから私たちの部下または家にいるヘルパーさんたちをどのように扱いますか。私たちは彼らに対して失礼なことをしたりとかするのではありません。しかし完全に平等とかそう言ってるわけではありません。この身分の話ではありません。アイデンティティの話ではありません。私たちの心の態度は、彼が私の姉妹、そして主のしもべであること、私たちもこの神のしもべであること、私たちはこのようにして彼らにお願いすることができます。私たちは彼らに何かするように言いつけることができますか。私たちは主の愛で彼らを愛することができます。だから姉妹だからと一緒に食事をするとかそういうわけではありません。彼らはヘルパーさんはヘルパーさんです。だから私たちともちろん区切りをつけなければなりません。あなたがそれで持っているものとは与えようと言っているわけではありません。ただこの愛と親切を持って彼らに接しなければ。例えば私の前のヘルパーのテリサ、このテリサは香港、仕事が終わり、そして香港から帰りました。私たちのために6年間働いてくれました。テレサに、彼らにこの年金のようなものをあげました。そして私は、テレサのために貯金、テレサの給料から少し引いて、彼女のために貯金も作りました。だから私はテレサに言いました。最初に働く2年間、1000ドルずつ毎月あなたの給料から引いて、それはあなたのために、貯金をしておきますと、あなたのために。で、彼女がもう香港からフィリピンに帰るときに、私たちはその貯金しているお金を全て彼女に与え、そしてもっと大きな祝福を彼女に与えました。で、テレサは私に言いました。牧師先生、本当にあなたに感謝してますと。いつも私のために良い食べ物をいつも取っておいてくれました。あなたは私のことよく知っています。本当に私を愛してくれてありがとうございますと。あなたの家にとどまって、そしてあなたに一緒に使えるように、あなたに使いたいと。しかし私の息子は私を必要としているからフィリピンに帰らなければならない。
なぜなら息子は鬱になってしまったから、私は、息子のを感じ、看病しなければならないと。だから私は彼を自由にし、彼女の契約を終わらせました。私たちはその後でも祝福を彼女に与えました。そして彼女がまた自由になるように、このようにして私たちのヘルパーさんたちも私たちの姉妹です。まあもちろん例えばあなたの職場であなたの部下に対してもカインドネスを彼らに与えなければなりません。その時にあなたは反映するでしょう。なぜなら神様が私と共におられるからです。これで今日のメッセージを終わります。本当にってこの真理の本当の自由 を体験しますように。イエス様、感謝します。あなたに賛美します。みんな、私たちは
自由にされました。私たちの人生はこの反映することができます。このピルモンの手紙で私たちはパウロに、彼には弱さがありました。彼は変わることができます。あ、この服にあって、この御言葉から私たちは受け取ることができます。主様、あなたにこの賛美を捧げます。あなたに感謝します。私たちをこの牧会してくださっているこの牧師先生たちに対してこの感謝をしましょう。あなたの備えを感謝します。そうすることで私たちの人生が変わることができます。イエス様、あなたに感謝します。あなたはありえ見た恵みに満ちたお方です。あなたは私たちを救ってくださいました。どうか私たちの間に御使いを送ってくだされ、私たちが福音を体験することができますように、あなたのありえ見た愛を体験することができますように、私たちの人生の中で本当に感謝します。私たちは自由なものです。福音にあって私たちは自由を受け取ります。今主の前に静まり、福音にあって私たちは自由があります。私たちの中にまだオネシモがありませんでしょうか。また私たちに対してこの何か反抗しているもの、そして私たちを怒らせるもの、私たちを怒らせて、そして私たちから逃げていった、そのようなものはいませんでしょうか。で、主は私たちに言っています。彼らを解放してあげなさいと。キリストにあって私たちはもう一度自由にされたものです。私たちの心の中で、もし私たちが誰かに対して非常に怒っているなら、この神様の前に行ってもう一度言ってください。彼らを解放しますと、彼らを受け入れますと。聖霊様、そのようなものがあなたの心にいるなら、イエス様は彼らを解放しますと。聖霊様に言ってください。私たちは解放されなければならないと。彼らはあなたにあっても奴隷ではありません。彼らにはあなたは自由にしなければありません。聖霊なしでは私たちはそうすることはできません。誰かあなたにお金を返してないでしょうか。あなたは彼らとして勝ってないでしょうか。あなたは彼らを自由にしなければならない。
主はあなたの前に来て、あなたに賛美し感謝します。兄弟姉妹の皆さん、オンラインでも、またここでも、あんた朝あなたの前に来て、あなたの恵みを受け取ります。それはあなたを喜ばせるものです。あなたの前に来て、あなたの御言葉を慕い求める。パウロはピルモンにお願いしました。愛によって、あなたの命が私たちの中にありますように。もしあなたの人生の中でおねしものようなものがいるなら、彼らを解放しなければなりません。主は私たちに言っています。愛によって、子供たちを、彼らを解放しなければなりません。彼らがあなたに何をしたの、あなたに借りがあるかもしれません。彼らを手放さなければなりませんと。To you. 愛によって、ね、彼らを解放しなければならない。彼らを自由にしなければならない。あなたはもしかしたら彼らをに対して権威があるかもしれません。しかし彼、あなたは彼らを順しなければなりません。彼らにこの自由を与えなければならない。セルさん、あなたにお願いします。どうか兄弟姉妹のもとに来てください。どうか私たちの兄弟姉妹を癒してください。この私たちのこの怒り、どうか私たちを癒してください、聖霊様。私たちはあなたが必要です。あなたが必要です。本当にあなたがさらに必要です。聖霊様、どうか私たちにキリストの愛を与えてください。今日兄弟姉妹のが苦しんでいるのも分かります。この愛の神様呼び求めましょう。
神様、あ、イエス様、私たちにお願いしたいと。この愛によって彼らを受け入れなさいと。神様、あなたに感謝します。イエス様、あなたに感謝します。もしあなたがしたいと願うなら、どうかあなたが立ち上がってください。この決断するために神様に言いましょう。この私たちの中にあるオネシモを自由にしなければなりません。彼らを今度受け入れなければならない。イエス様、神様、あなた喜ばれるものとなりたいです。私たちの満足です。私たちは、心からそうしますと。この彼らを解放します。聖霊さん、私たちに、力を与えてください。私たちは心からそうします。今立って神様を礼拝しましょう。神様、あなたはオネシモにこのように恵みを与えてくださいました。で、兄弟姉妹の皆さん、どのようにして神様から祝福を受け取りますか。これはあなたにあって役に立つものですと神様は言っておられます。私たちの心に手を置きましょう。この自由の霊が、この許す霊が、この受け入れる霊が、そしてカインドネスが私たちの心を満たしますように。カインドネスが私たちの心を満たしてくれますように。またカインドネスを他の人々にも放つことができますように。今意見によって祈りましょう。愛とカインドネスが私たちの心を満たしますように。私たちの職場でも、この職場で私たちに反抗するもの、この彼らに対してカインドネスを与えることができますように。私たちはそうしたいですと。私たちのこのまた家の中にいるヘルパーさんたち、私たちの家族に対しても、私たちの家族に対してこの愛をすることができますように。どうか私たちを満たしてください。私たちは十分には持っていません。どうか私たちを満たしてください。もっと彼らを愛することができますように。どうか私たちの霊を聖霊様でどうか満たしてください。
私たちの心の、領域がもっと広がっていきますように、この器がもっと広がっていきますように、そしてこう彼らを受け入れることができますように、彼らを、カインドネス、私たちのヘルパーさんに対しても、愛によって彼らに接することができますように。そして兄弟姉妹の皆さん、今今日の福音のを受け入れましょう。もう、マスクをしなくてもいいという、このマスクの規制が解除されました。人々の心は柔らかくなり、そして福音を受け入れることができますように、そして彼らがまた教会に戻っていけますように。このある教会のイベントがあるんですけれども、それによって新しい人たちがキリストを受け入れますように。どうか私たちに知恵を与えてください。それで私たちはこの福音を伝えることができますように。あなたの霊によって、あなたの霊が私たちを導いてくれますように。この私たちの努力だけではなくて、私たちこの人生の証を彼らにシェアすることができますように。また、この教会のイベントをどうか祝福してください。この新しい人たちが彼ら、イエス様を信じることができますように。イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。このパウロの心を持つことができますように。福音を述べ伝えるだけではなくて、皆を愛することができますように。そして彼らが自由を持つことができますように。そして福音から読むのを受け取ることができますように。神様があなたと共にいます。あなたを祝福します。あなたが高くなりますように。神様があなたに恵みを与えてくださいますように。神様があなたの上に御顔を照らしてくださいますように。
イエス・キリストの御名によってお祈りします。